熱海市の大規模な土石流をめぐり、遺族らが盛り土の造成に関わったとされる土地所有者らに対して殺人の疑いで告訴したことについて、県警が正式に受理する方針を固めたことが分かりました。熱海市で起きた大規模な土石流では、これまでに26人が亡くなり、そのうち遺族5人は今月、前の土地所有者と現在の土地所有者を殺人の疑いで刑事告訴していました。関係者によりますと、盛り土をめぐる土地所有者らと行政とのやり取りなどが公文書で明らかになったこともあり、県警などの捜査機関が告訴の妥当性を認め、正式に受理する方針を固めたことが SBS の取材で分かりました。今回の件は過失ではなくてですね、まさにこう人を死んでもいいと、人を亡くさせてもいいと、そういった強い認識があった、そういった極めて悪質な事件だったんだというところをですね、こう明らかにしていきたいと。すでに警察は土地所有者らに対する業務上過失致死などの疑いで捜査を進めていて、殺人容疑での捜査も本格化するとみられます。殺人容疑の告訴状は来週にも熱海警察署で受理される見込みです。